俳優の水川あさみさんが10月27日にインスタグラムを更新。真っ黒な画像と共に、芸能人が嘘をつくと怒られるのに週刊誌が嘘をつくと怒られないのはなぜですかと自身の考えを伝えました。憶測をもとに面識のある女優さん、タレントさんに絡めた数々の悪意ある記事。 事実無根だと言っても強行突破で発売され、その後の追い記事にもかなり目に余るものがあります。と水川さん、どうしてこんな信憑性のない、嘘にまみれた言葉で傷つけられなくてはならないんだろう。誰かが私を攻撃して、何かが足を引っ張ろうとしているんではないかとさえ思えてしまう、と思いを綴っています。 どの記事について触れたものなのかは言及していませんが、25日には、週刊女性プライム、加戸田エリカさんと水川さんの不仲を伝える記事を公開していました。〇〇、水川さんは、私は役者という仕事をしています。 私がこの世界に携わっているのは良い作品に出会い素晴らしい監督や面白いスタッフ尊敬する役者さんと一緒に作品に参加してお芝居したい。ただそれだけです。としながら、ただそれだけの人間なもんで。だから私の SNS や私生活のほんの一部にも満たない何かをトリミングして面白おかしく悪意ある記事にして、あくまで噂ですからーで通すのやめてくださいね、と忠告しました。